演舞開演。どうも、本日自分はこちらのお寺の方に散策に来ています。このところ東電が多かったので、たまにはこういう近場もいいかなと思って散策に参りました。では散策していきたいと思います。近づいてみますと、はい、大鶴さんって神社に登ってます。ここはお寺さんの方ですね。何かいろいろあります。いろいろそうですけど、ね、中はこんな感じになっています。ちょっと穏やかじゃないタイトルが書いていますね。こういう風に見えるとその方がいろんな種類がありますよね。いや、見えるとなるともおかしな話ですけど、何が現れるというのでしょうか。なんだか独特な形で来てきたんですね。まあ日本というか何というのかな。ここで歴史的に有名なあの偉人の登場のようですね。こんな方がここにおられたと思うんでしょうか。何か石碑のようなものがありますね。今ここは大きな木、まあ、そういうふうなんでしょうか。でもね、5月の7日の時にこういった断絶されましたね。どんどんこういった断絶が断絶されているんですけど、なんかありますね。こんな ここの中にどの方がいるのでしょうか。もっと大仏がこんなところにいらっしゃいますね。こういうふうになるといいな。ここが本堂のようですね。本堂は本堂になっておりまして、こういう風になっております。本堂なんかもあるようですね。本堂を少し取ったところもあります。こういうところもあります。ここは普通の階段なんです。こういうところもあります。ここで御利益がありますようにということなんでしょうか。ここに来られた方にご利益がありますように。本堂の右側に回ると、もっと鐘とかいろいろ今すみません。さらにこういうのが見えますね。前にも何か見えますね。たくさんなんかがありますね。ほんとだ。こんな場所があったんですね。
ことがお手伝いさせています。なんだか結構すごそうな気がする。この店が何かのご利益になっているのでしょうか。枯れてしまっているのか。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。